1月4日は、兵庫県出身の内務官僚、航空自衛官である。初代航空幕僚長。1908年7月18日兵庫県で、陸軍中将、上村良介の長男として生まれる。東京府立四中、旧生一高卒業。府立四中、一高同期に、河野和幸、佐々木忠がいる。 1930年東京帝国大学法学部、政治学科卒業し、内務省に入省。秋田県属。1944年8月、警視庁官房主事。1945年4月、警視庁特別高等警察部長に就任。1952年9月、保安庁長官官房長。1954年7月、 初代航空幕僚長に就任。防衛庁発足に伴い首脳部入れ替えを企画した木村徳太郎保安庁長官は、次長を増原圭吉から上村に変更しようとしたが、上村は増原の後任に座ることは困ると誇示し、航空幕僚長に就任した。上村の空爆長就任の背景には、警察予備隊、海上警備隊より遅れて発足した。 航空自衛隊の初代幕僚長の座をめぐって、旧陸海軍の出身者が争ったため、文官である、警察出身者である上村に、白羽の矢が立ったということがある。1956年7月3日、退官。1957年7月、調達長長官に就任。1958年4月、総理府総務副長官に就任。1 9六十年四月、 日本道路公団副総裁に就任。1962年3月、岸道蔵の公認として、日本道路公団総裁に就任。1966年5月、日本道路公団総裁を退任した。1968年東京12、チャンネルプロダクション社長に就任11月退任。1972年立、引業社長に就任。 後に会長を務めた、1981年8月4日死去、13日、君に当局日、重光明を除訓。ありがとうございます。